つねのりチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、むねのりチャンネルです。もうね、見ての通りホイールが変わってます。っていうか、まあ変わってなくてリメイクしました。以前のねホイールはこちらになります。こんな感じで、シルバーだったところをこのねツヤありのブラウンですね。で、元からツヤ消しブラックだったところをツヤありのブラックにしてます。でね、詳しい色を紹介すると、このブラウンの部分が、鈴木社用の塗料になって、マルーンブラウンパールですね。ここの黒の部分がホンダの色になってて、プレミアムスパークルブラックパールになります。その上にねクリアのコートをしてツヤを出してます。前のシルバーよりもねちょっと落ち着いた感じで渋くなったと思います。だいぶねイメージが変わったと思います。でリアに関してもまあこんな感じで、まあ同じなんですが、こんな感じでめちゃめちゃ渋くないですか。しっかりねリムの中側まで色を塗ってまして、でね、取り付けボルトも黒に塗りました。これでね、あのブレーキダスト、以前のものは、ツヤ消しだったんで、ダストがね、ついちゃうとなかなかちょっと落ちにくい、感じだったんですが、今度はね、ツヤありで、しかも、ブラウンですね。ダストと同じ色にしました。なので、汚れてもね少々だったらわからないかなっていう若干、横着仕様になってます。はい、今日はねこんな感じで、以前のホイールカールソンのね10分の1エボのホイールなんですが、リメイクしたっていう動画になります。この動画が良かったと思われる方はグッドボタン、そしてねこんな感じでこのベンツの W212 型のいろいろね部品の紹介などやっていきたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。